ートレースエド川単感車3デイズボートレースバトルトーナメント、開幕初日迎えたカードは第5レース。ここからトーナメントに入ります。上位3着までが明日のセミファイナルに進出です。引き続き安定馬を使用しての競争となります。対戦メンバーです。1号艇広島山下龍心、2号艇兵庫稲田浩二、3号艇佐賀上野慎之助、4号艇福岡篠原誠也、5号艇長崎村上亮、6号艇東京石渡哲平、以上6選手です。陰性1号艇山下龍心、高枠高モーターのチャンス生かします。2コース2号艇稲田浩二、3コース3号艇上野慎之助は江戸川4年ぶりの参戦、先見伸び足の気配は良好でした。船を引いて4コース角1、4号艇篠原誠也、福岡のフレッシュルーキーです。5コース5号艇村上亮、こちらも久々の江戸川ですが、今日のオープニングカード2コースからまくって制しています。そして大外6コースが6号艇の石渡哲平、大外枠となりましたが江戸川哲平の意地を見せますか。現在北東の風が8メートル、川の流れ下げ潮10センチ、ホーム側向かい風向かい潮です。第5レーストーナメント進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。スロー勢スリットわずかに覗いています。レースは1周1マークへと向かいます。逃げる1号艇山下、続いていくのは3号艇上野がまくり差し、2号艇稲田、最内から6号艇石渡のサジハンドルでバックストレッチです。先頭は3号艇の上野が一定進入勢、2番手1号艇山下、3番手に6号艇石渡、その外2号艇稲田、4号艇篠原、最後方5号艇村上。スタートは前傾正常です。1周2マークトップで3号艇上野が旋回、内側からは1号艇の山下レフォームへと折り返しています。1号艇の山下捉えていまして、インコース1号艇山下、アウトコースが3号艇上の、その後ろ3番手も接戦です。6号艇石渡の内から2号艇稲田が並んでいまして、西の1幕突破争いは1号艇の山下が先行していきまして逆転、2番手3号艇上の、3番手も逆転か、2号艇の稲田、内側から6号艇の石渡でバックストレッチです。上位の体型は1番3番、3番手争いはインコース6号艇石渡、外に2号艇稲田です。2周2マーク1番3番と旋回しまして、3番手争いは内から6号艇の石渡先行、差しを狙って2号艇稲田でフォームへと折り返しています。3番手は6号艇の石渡が一定進入勢、さかなく2号艇稲田が追走で、レースは最終周回、上位の体型は1番3番6番です。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチ、先頭で1号艇の山下龍心抜け出しています。2番手3号艇上の、3番手が6号艇の石渡哲平、上位体系1番3番6番3選手大きく抜け出しています。離されて2号艇の稲田、後ろは5番4番接戦で最終コーナーです。トップで1号艇の山下が人気に応えて旋回です。2番手3号艇上の、3番手6号艇石渡ホームへと折り返していまして、136まもなくゴールを迎えます。先頭1番山下五輪、3番上野五輪、6番石渡五輪、2番稲田五輪、5番村上、4番篠原五輪です。第5レーストーナメントでした。